どうも、立花亮です。今回もスーパーマリオワンダラーやっていきたいと思います。今回はラーの巻き舌感が足りなかったので、上からいくか。洞窟駆け抜け花ちゃんレース、これは、バッジを変えましょう。ダッシュ、ジェットラン、ジェットランとこのスピードアップどっちの方がいいんだろうね。まあ、ダッシュ、ジェットランでいくか。洞窟駆け抜け花ちゃんレース、難易度4。よし。このダッシュはね、ダッシュトップスピード速いからな、まずな。青。ちょっと。これ、これができる。待って、早すぎ。マリオくん、このね、この若干の駆け抜けができる分めちゃくちゃいいぞ、これ。いいぞ、おい、こうやってボンボン、あー、もう一番最初からジャンプしてないとダメだ。何してんの。はあ、ちょっと難しくなってる。ほい、いや、いいね。いや、僕ジェットランだわ、ここ。あー、あれ取りたかった。もうジャンプしなくていいもん。ジャンプしなくていいから、あの、なんだっけ、こいつに左右されない。はいはいはい、これフラワーコイン取れないで終わるな。あー、下、早っ。あ、フラワーコインねえのか、これ。そういえばなんか前もなかった気がするわ。 Thank you。 いや、ジェットランの良さが出てましたね。うわっ、ふぅー。え、あ、なるほど。え、やった、勝ちましたね。花ちゃんも白熱のレースに感動して、記念にワンダーシードをくれましたよ。走りの中で芽生えるライバルとの絆、うん、レースっていいものですね。もうチェックマークついてる。これ何？スペシャルワールドか、これ。フラワー諸島のスペシャルワールドか。行くか、先に。行ってみよう。気になる。おぉ。フラワー諸島スペシャル、飛べクリボー修練場。わ、これ最初からワンダーで行くやつかな。飛べ、いってらっしゃい。怖っ。あいきなり失敗、危な。うわー、大丈夫かこれ、足りるかこれ。はい、あ、無理だ。なるほどね、ちゃんと考えていかないとやっぱダメだこれ。素早さが圧倒的に足りない。 Y をしててもこの遅さだもん。はい、こんな感じで。うわー、これむずそう。こうか。ほい、あ、ありへん。ほい、ほい、ほい、うわ飛べってこういうこと、こういうことなの。あ、これうまいことやんないと上に押しつぶされる。うわ、はい、ははは、よん、このクリボーの性能の低さよ。ダメ、先にあっち行っちゃうと15に取れない。ほい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 、怖っ。しかもこれ B 押しても押さなくてもこのジャンプ力が全く変わらない。
うわ、こっ。なるほどね。うわあ、あ、こわ。どんどん来るじゃん。ああ、ああ、oh, え、no. え、あぶねえ。そっか、別にちゃんとタイミングよくやれば普通に越せるんだな。ここよな、こうちゃんとついていけばいける、いけるんだな多分。あーっ、あー、怖怖、めちゃくちゃ怖。あおっと、はいはい、嘘だ、やば、はい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 、うわ、なにそれ、なにそれ、むずすぎだろ。はいはいはい、よしよしよし、オッケー、オーライ、やる、うわ、あ、これがあるから死にたくねえ、ちゃんと踏めよ、はい、くる、イエー、うわ、クリボーむず。さあ、フラワー諸島に戻ってきて倒して進め、フラワーコロシアム。ここは今までの経験で言うと、要はね、下から上に攻撃できるこのドリルか、やっぱゾウ穴、ゾウの鼻が強い。このね、バブルはまず食らわない敵もいるし、ファイヤーはどうなんだろうな。うん、まあ、敵次第かな。ほいほい、お、これいいじゃん。やっぱりこのね、プクプクってスーパーマリオワンダーは上から踏むこともできるから、ほい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 、待って、ほい、あー21秒、ちょっと遅いね。この壁ジャンプ勝手にやるのやめてくれ。うわ、ここしかも3ステージしかない、70秒でいかないと。ナイス、ちょっとちょっと、はい、ペロンでいけるの、いい、ペロン、やっぱ鼻強えわ、鼻セレブ、ほい、ゾウ強い、あと25秒、おお、鼻つえ、鼻、鼻最高、おい、危ねえ、おいおいおい、お、最高、ゾウつえゾウ最強だろこれ。お、80秒、イエーイ、エクセレント、マリオいない、ほら消えてなくなれよし、マグマの樹海ラストと言ったらマグマ定番だね。煮えたぎるマグマ、いい感じだぞ。お父さんじっとワンダーパワーを貯めるのも飽きてきただろうからな。花火みたいにマグマをドカンとさせたらきっと喜んでくれるはずだ。クッパジュニアって本当にクッパのジュニアなの？これ前も言った気がするけど、クッパ、ゴロ大魔王みたい。マグマの樹海に着きましたね。ここではこんな風に地下深くまで樹海とマグマが広がっているんです。はあ、ここ結構広そうだな。もうステージ数が一目でわかるな、これ。研究好きのポプリンたちがその様子を見守っているんですよ。
すぐそこにある観測所でグランドシードの話を聞いてみましょう。ポプリンの家、マグマの樹海第一観測所。ご用の方は引っ張ってください。ほい。そんななんか伝言みたいなのもできるの君。助けてください、王子様。何者かにパレスを奪われてからマグマの樹海の様子がおかしいのです。マグマの温度はどんどん上がるし、そのせいか樹海の蓋ももじゃもじゃと伸び放題。なんだかとっても危険な予感がします。きっとまたクッパジュニアの仕業ですね。そして例によってグランドシードを奪われたパレスの中でしょうね。王子様、どうかパレスを取り戻しマグマの樹海を救っていただけませんか。よければこのワンダーシードお守り代わりに持って行ってください。ブドウだ。ブドウ以外でこんな紫色の果物、ベリー、ブルーベリーとかかな。ブルーベリーはでも結構ブルーだよ。いやでもブルーベリーも濃かったら紫か。あ、あ、みんなで冒険。あ、これあれか。すいません。みんなの広場、アイテム広場の秘密。くそー。お？広場に隠されたこれなんだっけ。フラワーバッジ、違う、なんだっけ、プロピースか、フラワーピースみたいな、なんかそんな名前だったよ。いらっしゃい。どうも。多分壊さないといけないね。これそれぞれ取っていかなきゃいけないってこと？潜ったりせにはならん。全部使うだろうな結局な。ふっふー、クイッキー。おなるほど。はははははは。あそこはやっぱりこれドリルじゃないと来れない気がするな。こいつは、こいつもなんか使うのかな。おお、鼻強っ。マジかよ。鼻強っ。鼻セレブ。おお、これ鼻じゃないといけないってことだな。はいはいはい。ん？これバブルか。バブルって壁ね、貫通できるからね。これもバブルなのか。違う。あ、てかやっぱジャンプ力というかさ、ゾウって体がでかいからこっからジャンプしても普通に壁にね、壁ジャンプできるけどできない。あー危ない。こういうことだろう。へえ、これ押すのかな。あ、違う、押せない。このドリル、ドリルじゃないわ、トゲボール、どうやって壊すんだろう。多分壊したらだよね。はあ、え、ちょっとわからんな。あー、ダメか。横もなんかあんのか。これコンコンできることに意味があんのかな。あうち、こっち運んでみるか。おー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 、危ない。なるほど、あと1個だ。もう全部使ったけどな。あとなんだろうね。
やっぱあのこの右かな、右なんか変だもんね。ここだけ、あ、え、ちょっとだけ右行けるんだけどな。あ、ここじゃね、ここ、ここだ、こう。あ、ちょっとちょっと、そうだ、ここの右に行けるんだ。なるほどね。いや、みんなの広場マジで面白、発想力だよな。全然発想力なかったわ。パレス近、近いけどワンダーシードが全然ない。左側めっちゃなんかいっぱい通路あったもんね。右から行くか、迷ったら。うん、あ、1、2、3、4、5階層まであるんだね。ていうかその右上のパレスよりも左下の25の方が重いんだな。うーん、なんでだろうね。左から行くか。岩が邪魔で仲間と連絡がつきません。貸したいけど私、マグマの熱でしおれ気味で。ああ、元気の源。フラワーコインがあればこんな岩。50。お前、砂漠10でよかったぞ。うわあ。つい熱くなっちゃいました。このせいでまたしおれちゃったりして。でもこれで仲間と連絡がつきそうです。お通りください。ああ。ああ、私列車やすくてしおれやすいですよね。ここフワジャンレベル2だ。フワジャンはまあそんな難しくないと踏んでいます。おいおい、やっぱこのさ回転もうまく使っていかないと届きづらいよな。いや、いけんのかこれ。全然いけるか。何？ふわっと。おい。はい。はい、来る。あぶねえ。あぶねえ。ふい。ちゃんとこの。え？おお、あっ、危ねえ。ご乗車ありがとうございました。はい、まあまあまあ、ちょっと危なかったけど。マグマの樹海第二観測所、なんかクリアしなくてもワンダーシードもらえるとこいっぱいありそうだね。王子様、樹海がもじゃもじゃの中、よくぞいらっしゃいました。もじゃもじゃ、確かにツタで前が見えなくて迷子になっちゃいそうでした。マグマだけではなく、このもじゃもじゃの量も異常事態なのです。もじゃもじゃに絡まってたこれあげます。だから何とかしてください。おお、やっほー、やっはっは。第5観測所までありそうだね。ゴロボーの地下帝国。なるほど。あ、あ、なんだ、ワンダーかと思ったらワンダーじゃなかった。なんか光ってたからワンダーなのかなと思った。なんかありそうなのこれ、なんだ。あ、おお、おお。自分で踏んで生かすことができるの。踏まなくても、あ、踏まないとダメだよ。でも
ちょちょ、上行きたい、上行きたい。なんだい。わっ、ゴロボー、ゴロボー助けて。あ、これでいいんじゃん。これでいい、これでいいのだ。こいつら下から倒せるよな多分。おい、やる必要がない。お、上あるやん。どうも。なるほどね。投擲物にしないといけないと。こういうこと。おい、おい、行け。しまい。コロボで何かやってくれる？ああ、お互いが潰し合ってしまった。大丈夫かこれ。向こうからやればOK。でもこれ土管はさ、うわー、ゴロボを倒しちゃったのがダメだこれ。あ、ゴロボを倒すべきじゃなかったんだ。うわー、もう無理じゃん。あ、無理じゃない、お前がいればワンチャンある。ほい、オッケー、もういいです。ナイス。うわ、え、壁じゃん。おお、おお、怖い。よし、なんか上も いけるな。あ、これワンダーじゃない。ちょっと壊さないといけないな。ん？下からいける？ナイス。ゴロゴロになる？来たよ。オロロ。オラ。オールインワン。パンカカン。これ楽しい。無敵。無敵の笑顔。オラオラコンコンコロロ。いいね。おお、ほら、ソニックみたい。おしゃべりフラワーずっとしゃべっててくんねえから。そうそう、ゴールかな。よし、お、あー、もしかしてゴロボーにこのゴールを壊させるみたいな、もう可能性あるかもね。チェックマークがついて、ほら、ほらほらほら、チェックマークついてないもん。グラグラしてる。押しちゃダメだな。あ、違う、こっちだ。
そう。あの上だ。この上だよ、この上。おー、よし、ここが隠しゴールでは。お、ほらほらほら、早っ、もうゴールじゃん。ほい、めちゃくちゃ早いゴールだ。もしかしたらマグマの樹海、結構こういうの多いかもしれない。ああ、なるほど。裏をクリアすることによってこの右に行けるようになると。バッチチャレンジ、フロートスピンレベル2。フロートスピンもな、そこまでこの難しさみたいなのがあるのかっていう感じはするな。さっきのやつの応用みたいな感じだな。ほい、ほっ、ほい、はあ。なるほどね、うまいことやらないとああなっちゃうってことか。はあ、ああ怖い、ああ。はい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 、むずい。はい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 、左なんもないよね、ないね。はい、オッケー。やるな。あら、もうゴールですか。君やるな。ほら、やっぱあのバウンドさせられるみたいな、結構ね、ああいう難しさはあるよね。振り向き注意、ウーロン遺跡。振り向き注意、テレサみたいなことか。見ている間しか現れない不思議なブロックがあるらしい。はーん、そんなの、あ、これ、あ、なるほど、振り向き注意ってそういうこと。現れないってことは本当にそこにない状態になるってことか。あーあー。消えちゃうんかい。うわ、何こいつ、ウーロン。ほい、はあ、ははは、はまあ、上行けないこともなさそうだな。はい、あ、見てないといけないのね。すごいなこれ。わっ、はい、上に上に上に、お前を上に、ダメだ。うおー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 おお、危ねえ。危な、危ないよ。ん、はい、ストップ。はい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 、あ、普通にこっちが正規ルートなのか。うわー、うわ、
おお。なるほど。なんかだんだん速くなってませんか。ほい。ほい。わあ。はい。気をつけてね。いやー、なんか本当にむずいわ。お？マリオ。あ、なんでなんでなんでした、なんでした、落ちたの。このまま上行けそうなんだけどな。これ行ったらワンダー取れなくなっちゃう。これ隠しゴールか。これもうなんか上行けそうだしな。ちょっと上行くか、先に。面白そうだし。こういうこと？ほい。あ、これでワンダーいけるってことか。え？お。うわー、うわー、上から迫ってきている。だってこんなん撮ってる場合じゃないよな。はい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 。あー、落ち。ちゃんと壁を作ってあげる。邪魔ー。壁を作ってあげることによってドーンってさせると。いやー、言ってる場合じゃない。あ、見なけりゃいい、見なけりゃいいまである。見なけりゃ F。 あぶね。またここまで来ちゃった。おかえり。どうも。普通に先に進んであの土管に入ればいいのかな。はい。あ、もうゴール。どうやってそこに。クイッキー、クイッキー。黒焦げ層。マグマの注意、この先黒焦げ層。道に迷った時は、はい、黒焦げ層。黒焦げ層が何なのか。コイン吸い込み。運休みはぜひコイン吸い込みバッジで。何でも売ってる、何でもです。近くのコイン、フラワーコインを吸い込む。いや、めっちゃ便利。難しいステージとかだったらこれめっちゃ便利だ。わ、もうワンダーコイン、フラワーコインが足りない。フラワーコインが足りないところまで来ているのだよ。ツルショットレベル2。ツルショットな、ツルショットも使ってみたいけどな。楽しいからね、ツルショットは単純に。さあ行ってみよう。ほい。ほい。わっほほ。大丈夫。何度でもチャレンジできる。ありがとう。ほい。ほっ。鶴ショット面白いやん。よし。よし。よし。シュー。危ねえ。めちゃくちゃ危ねえ。ほい。あ、なんか若干上に
修正してくれる感じあるな。ちょっとこのコイン吸い込みつけてみようか。回せ炎の大車輪。わあ難しさが。星4、溶岩に沈んでしまった遺跡がどこかにあるらしい。うん、これも裏ゴールとかを見つければ出てくるのかな。おお、しゃバブル。ごいよ。え、こいつらマジか。溶岩の中も。ちょっと待って、プカプカ浮いてる場合じゃないよ。あ、え、フラワーコイン来てくれないんだけど。フラワーコイン来てくんないんだけど、な、何故。ちょっとほい、こいこいこい。わっ、限界まで飛ばすぜ。マジかい。これむずそうだな。結構素早くいかないと。ほい、ほい、おい、I did it! みたいなこと言うよ、マリオ。上も行けんのか、これ。お、そんなに動いて熱くない。あ、また裏ゴール。そういうわけじゃない。これドリルマリオじゃないとさ、いけないところあるから、ドリルマリオで基本いた方がいいまであるよ。よし、落ち着いていこう。わあ、しばか。でもこれ倒せるよね。そうそうそう、倒せるんだな。あ、待って、いや、あれはフラワーコインの可能性が大いにある。うわ、怖っ。そう、一発で倒せなかったのが結構響いてくるな。違うんかい。これ倒せるのでは。うわあ、どっから出てくるかわからん。怖っ。お？スパイク。ダメ。全然やってないのだよな。ほい。オッケー。もしかしたらあの下にさ、メットを置いてそこから上がってくるっていうやり方もあったかも。なんだこれは。おお、おお、おお、何これ。
え、操作できない。おお、時間制限もない。なんだこれは、溶岩兵器モード。これ当たっても平気ってことかな。別にそんなことをむやみやたらに試しても、あ、全然大丈夫だ。スターの上位互換的な感じだ。おお、おお、めっちゃ無敵やん。イエーイ、めっちゃ無敵やん。下回りそう、ない。ほいほい、ほい、あと一個だ、あと一個どこ残した。何倒してんのかなと思ったらパックンか。うい、無敵はね、男の夢。チート使ってるみたいなもんだ。これ中からくるくる、ま、回す的なと思ったけど全然、あ、なるほど、こっちか。やりすぎやりすぎ。はい、あ、なるほど、危ね、おい、おい、あ、これゴールだ、完全にゴール。ちょちょ、滑る。今だ。なんだ、上になんかあったぞ。これドリルか、またドリルなんか。あ、関係ねえわ。チェックついちゃった。マグマの樹海第4観測所。あれ、第3スルーした？あ、私の観測によれば、この辺のマグマはだいぶせり上がってきています。このワンダーシードを渡しますから、手遅れになる前にパーレスを。託すよ。今までファイヤーマリオがなかったマリオシリーズってあるのかな。変な変な、パレスへの近道が、岩で塞がってしまいました。仲間のためにも壊したのですが、暑くてもう変な変なのヘナリンです。パー、変な変なに死に目当たります。よし、元気満開、ポプリ復活。今ならこんな岩でーい、近いんだよな。パレスへの近道につながりました。どうぞお取りください。お、なんか左も行けたぞ今。おお、おお、はーん。別にこんな近道が開通したところでな、ワープできるからな、ワールドって。お、左行けるのにな。行けるマークついてるけどな。足が、おい、めちゃくちゃフラワーコイン使わせるじゃねえか。
おほほほ、すげえ持っていく。あちっストロハイムじゃねえんだから。あちっよし、前より頑丈になりましたよ。ここワンダーフラワーめちゃくちゃ使わせるぞ。あ、あきゃ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 、すごい広さだなマグマの樹海、そんななんかこの層でさ、下と上で分かれてんだろ。天井あるはずなのにマグマの樹海にこの飛行戦艦が飛べるほどの天井の高さがある。